じゃん、ということでお昼前にですね、近所の駅に来ていましたが、ちょっと自宅でこもってね、仕事ばっかりしてると甘いものが食べたくなるので、ケーキを買いに行こうと思います。ここもですね、上がつながっているので、まあ、下からも行けますけどね、意外と混んでないので、この道気に入ってます。この下にご飯屋さん集中してるんですよ。竹園も並んでますね。お肉といえば竹園ですが、コロッケとかね、メンチカツが美味しいんですよ。こっちから取れるかな。なんかめちゃくちゃ積んでるやつ、これが人気のコロッケです。買って帰ろうかな。ほぼ毎日このエリア車で通ってるんですけど、この時間帯は結構ね、交通量も多いですね。上から見るとなんか新鮮だな。いや、今日は涼しいぞ、かなり。日陰に入るとね、肌寒いレベルのちょっと気温になってますね。こうまっすぐ行ってお店に向かおうと思います。あの天ぷら屋さんも美味しいんですけど、今日はここです。ナビッシュさん、たくさん美味しそうなものがあります。よし、無事人気のシュークリームゲットしました。マビッシュさんはですね、神戸のイベントで神戸マルシェというものがあるんですが、そこで出店されていて、そこで食べてですね、美味しかったので、そこからちょくちょく通ってます。今日のエネルギー補給がね、無事できそうです。じゃん、ウォーゲンマイヤーに来ました。ここのパンはですね、素朴で美味しいんですけど、びっくりなことに奥さんもここに来てるっていう。これから合流しようと思います。まさかの合流寝てますね。いや、ベビーカーいらないと思ってたけど、こういう買い物の時は本当大活躍だな。素晴らしい。せっかくなんで水を入れていこうと思います。水いただきました。このシュークリームを食べたくて今日出かけたんです。お皿に移しまして、このね、クリームとこのアーモンドの砕いたやつがですね、非常に食感が豊かで気に入っているのでございます。上だけ外してみると、このたっぷりクリーム食べちゃう。うん、うん、うまい。それでは次の動画でお会いしましょう。ゆういけむらでした。バイバイ。